直感マフラーって何でしょうか。すごいんですね。まあ、私の知らないところでものすごいことが起きてるんですね。直感マフラーね、全く分かりません。車を何台も乗ってきた私でも知らないですね。で、何が言いたいかっていうと、なんかね、車のベテランドライバーでも知らないことが車に対して山ほどあるってことですよね。だから情報発信していても必ず、え、そうだったの？っていうふうに言ってくれる人に出会えるってことなんですよ。直感マフラーって何ですかそれ。ダイナモって何ですか。